どうも、こんにちは。ランタンです。小学校5年生頃から、高校1年生の間にかけて行われていたとされている、小室圭さんのいじめ疑惑。これについてね、ちょっと皆さんにお話し,したいと思います。まず、小学校時代。小学校はね、国立音楽大学附属小学校のと,ところに通ってました。そして、中高はまあ、一貫校なんですけども、カナディアンインターナショナルスクールってところに圭さんは通ってました。なのでね、この学校、全然違うんですよ、環境が。ただね、 似てるところがあるんで、このいじめに関して。ちょっとそのことについて話したいと思うんですけども、まずね、このいじめ、グループで行われていました。そして、そのグループのリーダーっていうのは、K さんじゃないんですよ。まあ、K さんこのリーダーのナンバー2みたいな、補佐役みたいな感じでいじめに加わっていたと。まあ、これがね、この2つ特徴として同じです。そして、あとね、同級生の証言っていうのも似てます。小室さんへのイメージですね。かなりいいですね、イメージが。えー、っとね、小室さんに対してはね、面白いとか、 まあね彼が何か喋るとクラスみんなが笑うとか、まあ、ムードメーカーみたいなクラスの中心メンバーみたいな感じまあ簡単に一言で言うと、まあ、いわゆる陽キャ、まあ、そういうやつでね陽気なキャラクターみたいな感じで、まあ、人気者だったと、まあ、それがね結構両方にこう言われてるんですよただその陰で3人まあ今のところねいじめにあったっていうのがある。 わかってるんだけど、まあ、この中のね、人の中には、もう今でもトラウマになってると。あとね、小室さんが許せないって気持ちであったり、まあ、小室さんにのいじめによって、人生が狂わされたと。まあ、そう思ってる方もいらっしゃるんで、まあ、今回この動画でね、ちょっと伝えたいと思うんですよ。で、まずね、えっ、ー、とね、小学校時代の話しますね。小学校時代、これね、国立音楽大学附属小学校とこに通ってたんですけども、これね、国立じゃないんですよ。まあ、国立というもんですね。これね、国立っていうのはね、地名なんですよ。えっ、ー、とね、 立川っていう地名があって、国分寺っていう地名があるんですよ。まあ、その間にあるんで、まあ、国立っていう地名が、名前がついたんだけど、知らないとね、ちょっと思わず国立って読みそうなんだけど、これ国立って読みます。このね、音楽小学校っていうのは、まあ、ちょっと特徴があって、まあ、クラシック音楽、将来ね、クラシック音楽に進むようなことが、かような子で、かなりね、専門的な学校です。えー、なのでね、義務教育なんで当然ね、普通の勉強もするんだけども、それ以外に、まあ、器楽とか、コーラスとか、あとね、リトミックとか、そういうのを、ね、習うのね。 なね、リトミックっていうのは、えー、っとね、まあ音楽、その、楽しく音楽に触れながら、まあ音楽の才能も伸ばすんだけど、それ以外にも知覚とか、まあ感覚とか身体的な能力、まあ人間のね、基本的な能力を伸ばすみたいな、そういう教育なんだけど、そういったことに力をかける、まあ結構教育熱心な学校なんですよ。なんでね、あの、まあこれも面白いところだと思うんだけど、クラス40人のうちの34人が女子。男性がね、男性とか6人しかいないと。 肩見狭かった泥だろなと思うんだけど、まあ、ある程度ね僕ぐらいの年齢になってくると、まあ、それも楽しそうだなみたいなねそんな気がするんだけど、まあ、そんな感じの学校なのよあそうそうそれでねあのね宝塚のね娘役トップスターの星風まどこさんの出身校でもあるとだからね僕この間舞台見に行って星風さんの舞台見たんでねあそうなんだと思ってびっくりしたんでこれも余談として伝えておきますねまあ、そんな感じの学校なんですけどもその中でねいじめられてた方を A さんとしましょうまあ、この A さんがまあ、K 君からいじめられてたんだけど A さんはねもともと K 君のことを親友だと思っていたと。自分は。まあ一方的かもしれないけど、親友だと思っていたと。それがね、急にいじめられるようになったんだけど、それがなぜかっていうと、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、まあ小室 K さんのお父さんの年シさんが、まあ、自殺されたと。まあそこからね、K 君が変わっちゃって、A さんをいじめるようになったと。 で、A さんもちょっとね、思い当たる節があると。まあ、要するに、ちょっと子供心の中に気を使って、まあ、常に一緒にいようとしたりとか、まあ、自分のお父さんに頼み込んで野球のつでってあげようとしたりとか、まあ、そういったね、ちょっと寄りそうな形したのが、まあ、K さんから見たらね、まあ、一人にしてくれとかね、まあ、うざったいとか、ほっといてくれとか、まあ、そういう感情を生んで、そこからまあ、いじめに行ったんじゃないかなって、まあ、A さんはね、今になってはそう思ってるってことをまあ、言ったりしてるのね。で、これ、どんないじめかっていうのを話していくんだけど、 ね、あの、ケイさんはね、もともと、まあ、国立に住んでていた、住んでいたんだけども、まあね、その、お父さんが亡くなったことによって、まあ、横浜の方に引っ越したと。だから電車通学になっちゃったんだよね。で、その過程に、まあ、A さんと、まあ、同じね、電車に乗るからっていうので、何時何分の電車の何号、何号車に乗ってるから待ち合わせ引こうってやるんだけども、その時間にね、その車両に乗ってもいないと、ケイさんが。だからこう探すわけで、あれいないな、どこ行っちゃったのケイ君、ケイ君ってこう探してると。だけどね、国立の駅に着いたら、ま、ケイ君もいて、 そこにガキ大将の人もいて、一緒になって笑ってると、そんな A さんを。そんなね、まあ、些細なことのいじめからまあ始まっていくんだけどこれがだん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 エスカレートしていくと。まあね、キモいとか悪口言われたりとか、変なあだ名をつけられるとか、無視されるとかね。あと、サッカー部だったから、まあ、ゴールキーパーとして立たせて、近距離からボールを蹴ると。まあ、そういうわかりやすいいじめもしていたと。で、さっき話したみたいに、これね、6人しか男いないわけですよ。なんで、1回ね、いじめになると、1対5になると。 いじめが始まるとね。まあ、こうやって5人がかりでいじめられると。まあ、それを見てた、周りのクラスの、他のクラスの人たちも、あ、この A さんのことはいじめていいんだと。まあ、そんな空気になって、一番ひどい時はね、あのー、A さんがね、サッカーしてると校庭で。そうするとね、学年全体でキモいとか、学校来んなという罵声を浴びさせられたと。まあ、そんなね、結構なひどいいじめにあったの、A さんは。なんでね、まあ、小学校の休み時間ってったらみんな楽しいじゃないですか。わー、休み時間だみたいな感じの時に、あんまり目に付かないようにね、A さんは、 まあ、図書館行って、まあ、漫画読んでると。まあ、そういうこそこソした生活を、まあ、送っていたわけだよね。でもね、やっぱ学校だし見つかっちゃうと。え、ね、A さんが図書館に行ってることにね。だから、その目ざとく見つけた小室さんとか、その仲間たちが、まあ、結局ね、悪口言って、替え歌でこう、馬鹿にしたりとかって、そういう、まあ、いじめを受けていて、まあ、まあ、A さんはね、もう学校に行きたくないと。まあ、お母さんにこう、言うようになると。 でお母さんがどう,などうしたのってことで、まあ、いじめが発覚して、まあ、学校側にねこんないじめがあるみたいなんですけどことは言ったんだけども、まあ、担任の、ね、方はね何にもしてくれなかったと、まあ、A さんはねそう,そういう証言してるんだけど実際 A さんは何日か不登校にもなってるとだから結構ねいじめはつらかったと思います A さんにとってでこれね A さんへのいじめだけじゃないんですよ小室さんの小学校時代のいじめってもう一人、ね、B 子さんって子がいるんですけどこの B 子さんっていうのは小室さんの2学年下の女の子ですでその子がある時絵を描いて褒められたと。 で、その褒められた絵をね、ま、ケイ君が取り上げて、足で踏んで、まあ、汚したと。まあ、結構悲しいよね。だって、褒められて嬉しい自分の一生懸命描いた絵をそうやって汚されたと。まあ、それについてね、ま、ビーさんの保護者が、ま、カヨさんに、小室カヨさんにこういうことされたと、ケイ君にって、まあ、クレームの電話を入れたんだよね。そしたらね、小室カヨさんが事実確認をししするまでもなく、うちのケイがね、そんなことするわけないと。逆ゲレしたと。 まあ、それにね、あのー、まあ、保護者、B さんの保護者は、まあ、びっくりしたってことを言ってるんだけど、まあ、でもね、これ、もうみんなが見てたわけですよ。小室さんが絵を踏んづけてるところをね。だから、こういういじめがあったってことがもう分かったんで、まあ、佳さんも、な、まあ、K さん止めてね、謝ったと。B さんに対して申し訳ないってことを謝ったの。だから、この時点で、まあ、K 君がいじめをしてたってことはね、小室佳代さんも認識はしていたわけだよね。で、なんでこんなことしたかと。 あの K 君がまあ一説っていうかまあ推察されるにはねまあく君この時に絵も習らしてたんですよまあ音楽バイオリンもやってたんだけども絵も習ったと絵画をねだけどその B 子さんがね褒められたと自分は絵も習ってんのに、まあ、B 子さんの絵が褒められたことに対する、まあ、嫉妬とかそういった感情でやったんじゃないかってことはまあ言われてはいるんだけどもこれちょっと面白い話があるんだけどまあ佳代さんこういう感じでね、まあ、小室さんにね、まあ、音楽習らしたり絵を習らしたり、まあ、芸術全般に興味あると小室カ代さんが。 何を血迷ったかどうかわかんないんだけど、周りのね、友達とかにね、私今度、ヌードモデルやろうと思ってると。そういう相談をしたってるうんだけど、なんでと。芸術がね、好きならわかるよと。俺も好きだし、音楽も好きだし、絵も好きだけど、なんでヌードモデルやるっていう思考に飛躍するのかがもう全く理解できないんだけど、 なんかどうやらね、あのー、周りの人たちね、ヌー、ドモデルやろうと思ってるんだけどって、相談したらしいのね。まあ、どういう思考を変えるなのかよくわかんないんだけど、もう気になるのはさ、ヌードモデルやったのかって気になるよねで。やったとしてどんな絵になったのかっていうのはね、怖いものを見たさでね、ちょっと見てみたいなって気もするんだけど、 まあ全然としてこれ話しておくんだけど、まあそういうことがあったと。で、なんでこの A さんに対するいじめがね、こうやって表沙汰になったかって話なんだけど、まあ小室さんがさ、眞子様と婚約発表したじゃないですか。で、その時に、まあ話題になるわけですよ。そうすると小学校時代のね、小室さんはどんな人間だったんだって、も、ま、う、あ、取材してくれと。ね、話してくれて来ると、A さんのところにも取材が。でね、自分はね、もう取材を受ける気なかったんだけども、周りの友達はちらほら受け始めてると。ただね、自分が取材を受けたら、もう 小室さんへのいじめを受けたことしかもう勇気がなしないと。だからね、まあ小室さんにね、まあそういう取材が来てると俺に。小学校時代の小室さんどういうことか話してくれて来てるよと。どう取材受けていいって。受けちゃったら全部話すよって。そういうふうにね、小室さん連絡入れたの。受けちゃったら全部話すよって。まあ遠回しにもうね、お前がいじめてたこと話すよと。謝るなら今だよと。だからその時ね、A さんが言うには小室さんがちゃんと謝ってくれれば、まあ自分は ね、取材受ける気なかったと、まあ。ところがね、小室さんはそれに対してね、小学校時代は仲良くしてくれてありがとうと。まあ、取材が言ってるみたいで迷惑かけてるね、ごめんねと。まあ言ってるんだけど、ね、ででも取材受けるかどうかは A の判断に任せるよみたいなこと連絡が来たと。さ A さんはね、いやいや、そうじゃねえだろと。俺が聞きたいのはそんなことじゃないと。ね。ありがとうとかね、仲良くしてくれてありがとうとか言う前に、言うべきことがあるだと。あるだろうと。あれだけのことをしておいて、忘れたとは言わせないぞと。 俺はしっかり覚えてるし、マスコミがね、なんか K さんのこと話してくれって言われたら、俺はそのことしか話せないと。あのことについてどう思ってるんだと。まあ、言ったら、それに関してはもう、記録すると。全くね、返答ね、K さんからもらえなかったと。まあ、だから、こういうふうないじめがあったってことをね、まあ、A さんはまあマスコミに対しても話したんだけど、まあ、これね、A さんがね、あの、 大学の時にも、そのちょっと、ね、精神的なものでね、あの病院にカウンセラーを受けたら、まあ、幼少時代のまあことが、ね、原因でこういうことになってるんじゃないかっていう、そういうこともね、まあ、言われてるのね。だからね、まあ、A さんとしてはね、謝ってほしかったと、小室さんに。ただね、もうこの A さんが言うには、ちょっと小室さんに対してね、一定数同情できるとこも言ってるのね。というのもその、さっき言ったみたいに、いじめが始まったっていうのが、まあ、小室圭さんのお父さんの年かさが亡くなってからだと。 ね。で、この時にかなり、あの、小室さんは精神的にストレス抱えてるのが様子が見て取れたと。その A さんから見て。まあ、ある時は、その、電車の中で急に倒れたと。まあ、そういったこともあったらしいのね、小室さんが。か,かなり精神的にきつかったと。で、なおかつね、その、小室佳代さんが、歳子さんが亡くなって間もなく、すぐに新しいパートナーを見つけてきたのね。 ま、これがね、長金腫やってた方なんだけど、まあ、その方、長金腫のおじさんっていうのがね、その A さんが言うには、まあ、結構げが生えてて、まあ、ダンディーな、ま、おじさんだったと。で、小物ね、ケークも、表面上は懐いてるに見えたと。ただね、想像したらさ、きついでしょ自分の大好きなお父さんが亡くなったとお母さんが違う男連れてきて、しかも一緒に住むようになったわけだよね。こう小学校のケーさんとしてはめちゃめちゃストレスじゃないか知らないおじさんが急に家にいるわけじゃない。 ね、で、まあ、表面上、かよさんに気遣って、けいくんはね、なんか、おじさんに懐いてるふり、ふりをしてたんだけども、まあ、かよさんが、本当に再婚しようと、相談をね、けいさんにしたときに、けいくんが泣きながらね、初めて感情を表に出して、絶対結婚してほしくないと、ま、言ったと。 まあちょっとね、そういう話を聞くと俺もね、まあ小室さんに対してはね、まあ一定数かわいそうだなっていう気持ちにやっぱなっちゃうまあいじめが、だからいじめていいってことではないけども、まあそういう同情の余地があるんじゃないかなと。まあそれはね、実際いじめられてた A さんも、まあそんなようなことを言ってるのね。で、この後、まあ高校時代のいじめになってくるんだけど、これがね、まあある程度大人になってるからね、物事の分別もつく中でのいじめで、まあ結構ね、あの、まあすごいんだけど、 ま、ちょっとね、あの、時間がね、結構ね、もう小学校バージョンで話すだけでね、結構もう盛りだくさんな感じで、高校はね、結構ま、さらにすごいんで、まあ、このことについてね、まあ、改めてあの動画で話したいと思います。もう結構ね、喋り倒しちゃったところもあるんで、まあ、ね、高校時代に関してのいじめもね、いずれ動画で話したいと思うんですけど、まあ、そういった形もあるっていうのはね、皆さんね、よかったらね、コメント欄でね、まあ、どう思ったかっていうのに書いてください。あの、本当。 申し訳ないですね。だから結構喉も疲れちゃったんで。まあ、次、あのー、高校時代にじめで改めて動画で伝えたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録とグッドボタンを押してもらって、こういうね、あのー、小室ネタとか、まね、時事ネタとかも上げていく原動力になるんで、よかったら応援するつもりで、あのー、お願いします。登録チャンネルの方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、また次の動画で会いましょうバイバイごめんね、なんか。